もうすでにゴールデンウィークから申し込みが始まりましたけれども、持続化給付金というのをやっていて、これは売上がですね、5割以上減っているようなところ、これは飲食店であればほとんどそうなっています。例えば、4月の売上が5割以上減っているようなところが、去年の売上が20万円だったとするじゃないですか、去年の4月が。で、今年が10万円だったら半分になってますから、5割以下ですよね。そうすると、今年の売上はこの4月の売上10万円ということを基本に、やると1年間だと掛け12で120万円じゃないですか。で、去年の1年間の売上が、例えばですよ、500万円だったとします。去年は500万円で、今年は120万円で380万円、去年よりも少ないですよね。去年500万円、今年120万円。で、この方々はその差額を持続化給付金として受け取っていただこうということなんですが、中小企業での上限っていうのが決まっていて、これ200万円なんですよ。だから200万円以上の方は全部200万円までしか受け取っていただけないので、このケースでも200万円受け取っていただけます。これもし個人経営の食堂とかだと、この上限が100万円です。ですからさっき言った去年1年間の売上と、今月または先月2分の1よりも少なければ、その少ない月の売上を12倍してもらったのを差額分受け取っていただくんですけれども、それが個人経営の店だったら100万円が、キャップということで、そういう支援をさせていただいてます。これはものすごい、もう二十数万件もすでに申し込み来て、ゴールデンウィーク後速攻支払いさせていただきます。